メイジェイです。本日は皆さんからのコメント返しをしていきたいと思います。久々です。動画がね、ドッキリライブ、こちらの動画にすごい今ね600件近くコメントをいただいております。ありがとうございます。ということでちょっとコメント読んでいきます。一番ね、いいねが多かった、これ、この人はもっと評価されてもいいと思うってそこまで。歌唱力、ルックス、表現力、どれも素晴らしい。すごい嬉しいね。これに対しての返信もめっちゃすごいからね。めっちゃ評価されてるわ。そして歯も綺麗面白い。いやいや、昔は歌い方が気に入らない、勘違いなど訳のわからないアンチがメイジェイさんの心を蝕んでいて、メイジェイさんのトップレベル歌唱力、ルックス、表現力に当然釣り合わないほど評価も良くなかったんですよ。本当に性格までいいのにひどい話ですよ。まさに一流の歌手なのにテレビも出演させてもらっていない。もっと活躍してほしいなんかうちのお父さんが言いそうなすいません、なんか援護していただいてるみたいで、ありがとうございます。なんと同じ高さの位置で聴けるとは、あんなに近くで歌っていただけるなんてめったにないことだと思います。ライブでもショーでもこんな経験は味わえないでしょう。隣や向かい合った位置で聴けるなんて、あ、目線ね、確かにね、同じ目線で歌うことってね、普段ライブではないよね。日本人はよく無表情で感情の表現が下手だと言われるけど、そんなことない。見て、みんな素直に驚きと喜びを爆発させてすごく可愛いいいね。 U8 さん、船酔い結構辛いと思うんだけど、辛い顔一切見せずに笑顔で歌い切るところはさすがプロフェッショナル。そして船員姿も可愛い。ありがとうございます。船酔いは結構大丈夫ですか？いやー、ダメだった。あ、本当にヤバかった。もうカメラマンさんも一緒に船酔いしちゃって、何にもしてない時がやっぱ一番辛いよね。でもなんかスイッチ入るよね、よしやるぞってなると気が紛れる。 M さん、歌のうまさだけでなくて楽しそうにしてるメイさんの笑顔や喋り方も素晴らしい。お兄さんが好きと連呼してたけど、俺もその場にいたら秒で好きになる。あ、あのお兄さんね、私がこうね、あなたってやったね。あー、嬉しいです、ありがとうございます。ヒーさん、自分も多分見るけどめっちゃ美人なスタッフいるなって意味で見ちゃう。皆さんの笑顔は素敵すぎて羨ましい。自分もメイジェイさんこんな距離で拝見したい。本当？なんか芋っぽかったよ久保ちゃん、歌唱力抜群、パート・オブ・ヨア・ワールドの表現力には脱帽、目の前で聞いたら号泣間違いないです。ありがとうございます。パート・オブ・ヨア・ワールド楽しかった。スタッフさんの携帯とか持ってさ、アリエル結構フォークでさ髪の毛こう溶かすじゃん、これ何みたいな、あれをやってみました。あ、そう、カホニャンさん、マーメイドの曲の時のアドリブが素敵すぎて感動しちゃいました。その場に居合わせることができた人が羨ましくなりました。メイジェイさんが歌い始めてその場の空気感が一気に変わったし、曲によって世界観がパッと変わったり、本当にすごい人だなって思いました。人を笑顔にできるメイジェイさんの才能と人柄が本当に素晴らしいです。はぁ、嬉しいね最初にこういう相談を受けた時は、はい、まあ、当然そのね、船で歌うっていうのは、うん、ありえるシチュエーションでもないわけじゃないですか。いや、初めてですね。そこはなんかどう思ったの？4曲ぐらいあったから、逆になんかお客さん飽きるんじゃないかなとか思ってたんですよ。実は普通に歌ったら絶対にみんななんかふーってなるからだからやっぱりこうインタラクションっていうんですか、その場でしかできない皆さんと一人一人と交流を持てるような演出できたら絶対楽しいだろうなと思って、ライブだったらちょっとね、こうステージがあるからなかなかこう降りてっていうのが普段できないんですけど、こういう場所だったら遊べるぞって思ったので、なんかそれやってみたら意外と皆さんすごい一緒に楽しんでくださったので、よかったなって思いました。たまに友達の結婚式とかでやるんですよ、こう一人一人絡んでいくみたいなそういうのすごい元から好きだったし、なんかじゃあここでやってみたら喜んでもらえるかなと思ってやりました。なのでなんかファンクラブイベントとかでやりたいですね。それこそ例えば50万人とか30万人とか行った時に、うん、フランクだね、はい、
みです。いいですね、視聴者呼んで、はい、楽しみ。お、素直に感動しました。スミス J さん、以前の何倍も歌に奥行きがあるというか、ゆとりがあるというか、生で聴いてみたい。今後のライブスケジュールチェックします。はい、今年はビルボードライブツアーがあります。8月です。8月です。まずは大阪ね。大阪、東京、横浜、概要欄出てます。嬉しいね。キーアニマル、歌が上手くてこんな美人でサービス精神ある人いないよ。もっと評価してあげて、みんなもっとライクして。ユウさん、変装してても声聞いたら絶対分かる自信ある。確かに、あの YouTube を見てくださった皆さんはもしかしたら気づくかもね。山ちゃん、メイジェさんの歌感動しました。そして DVD も買ってみました。ありがとうございます。すごく良かったです。なんか MC を聞いていると音楽に純粋で、歌手としてどうしたらみんなの心に届くのか、ライブ楽しんでもらいたいなどストレートに考えていることがよく分かりました。歌唱力も抜群ですね。今後ライブがあれば妻と2人で聴きに行きたいです。楽しみにしています。これからもいくつになってもいい声と歌を聴かせてください。ありがとうございます。ご夫婦でお待ちしております。のみみさん、涙出ました。表現力に感動しました。歌を聴いてこんなに感動するんだと。ありがとうございます。生で聴いてみたいです。すごいね、なんか YouTube を見て涙が出ましたとか一番嬉しい。すごい嬉しい。なんかわからないけど涙が出てきましたとかお見かけしたんですけど、それは何より嬉しいお言葉です。ヒロ8316さん、めっちゃ羨ましい懇親会、楽しすぎたのが伝わってきて見てる方まで涙が出ました。楽しすぎても涙が出るんだね。いいね。なんかこういう楽しい企画ってなかなかコロナ禍できなかったので、そうだから今ねこういうのできていいですよね。ちょっとドッキリ系はねまたやりたいですよね。 I really enjoyed listening to you magically sing these incredible beautiful songs. Thank you, Mei Jay. はい、ありがとうございます。 Thank you so much. どこの方なんでしょうかね。ヨウ一条さんかな。今日で何回見たか分かりませんが、船酔いもある中本物のプロを感じました。パフォーマンス、ファンサも神レベル。また新曲も良かった。ありがとう。新曲もね、しらって歌ってます。パーチね。嬉しいです。ぜひ聴いてみてください。え、チョコレートトシオさん、マジで会いたい。本物の歌声聞きたい。歌手のライブ行ったことないけど、メイジェイさんの抱きは行ってみたかった。いや、わかんないです。私のライブ行った後にいろんな人行きたくなるかもしれない。嬉しい。ぜひあのビルボードライブ来てください。こちらです。ライブはあのしばらくなくなるか。そう、うん、もしかしたらこれが本当に今年最後のライブになるかもしれないので、これを逃したらもしかしたら来年になっちゃうかもしれないので、もう今がラストチャンスです。オリジナル曲も歌うんですけど、やっぱり皆さんの聞きなじみのあるなんか有名な曲も歌いたいなと思うので、で生バンドでがっちり。ビルボードライブってすごい豪華なかっこいい小屋なので、デートがてらだったりね、まあもちろん一人で来る方も全然ウェルカムなので、はい、お待ちしてます。木村美奈さん、いいな。県外でもドッキリしてほしいな。コンサート以外で生の歌声聞きたい。県外もな、なかなかな、ドッキリは。行けたらいいけどね。ガンダムマイスターさん、うらやましい。メイジェイさんが作ってくれたドリンクを飲めるのって、しかも目の前でモスコミュールさん。ちょっとママさん、モスコミュールの話してなくない？してないですね。実はあの動画の中で私があのバーテンでさ、あたふたしてる時にモスコミュールお願いしますって頼んできた男性覚えてますか？頼んできた。ちょっと感じ悪い。上からね。そうそうそう、あ、モスコミュールまだですかみたいな。で私が、わかんない、どうやって作るのっていう時のあの方が、なんと今私のスタッフさんなんです。そう、今喋ってるね、目の前にいる。その説は、その説は。だってあの時知らなかったんでしょ。いや、もちろん知らなかった。私の担当になるって。そうですね、知らなかった。ああ、ちょっとは知ってた。ちょっとは知ってたんですよ。ただ全然そのまだ先の話だって思ってたので、うんうん、まさかのまさかって感じでした。まさかここにいるとも思わなかったでしょ。はい、なんでその後から結構青ざめた感じ。ちょっと失礼なことを言ったかもしれないって。ちょっと態度に出ちゃってたら
嫌だなっていうふうにはすごい思いました。いやでも逆だよ、あっモスコミュールだって私すごい嬉しかったもん。逆にだからもうモスコさんって呼んでます。いい出会いでしたね。はい、幸せでしたね。かずみささん、声が素敵すぎる、美女が美しすぎる、感情表現が多彩すぎる、リトルマーメイド好きなので嬉しかった、アリエルがそこにいたみたいだった。嬉しいですね。リトルマーメイド今映画がね公開されて実写版見ましたけれども、素敵だった。いやもう本当にまだまだいっぱいコメント来てるんですけど、私全部にこれいいねをしてるのでちゃんと全部読ませていただいております。本当にたくさんのコメントありがとうございました。このねドッキリライブはちょっと今後も続けていきたいなと思ってるので、ぜひ楽しみにしてください。ということでチャンネル登録そしてグッドボタン押すの忘れずに。メイジェリーでした。バイバーイ。